平成27年8月29日、阿蘇市一宮町の県畜産農協阿蘇支所で、阿蘇市モーモーフェスタ&第69回阿蘇地域畜産共進会が開かれました。開会式では、県畜産農業協同組合阿蘇支所の和田次則担当理事が挨拶した後、前年度に優勝した農家から優勝旗と優勝杯が返還され、子牛の部から審査が始まりました。このモーモーフェスタと畜産共進会は、畜産の振興を図ろうと、阿蘇市のモーモーフェスタ実行委員会と県畜産農業協同組合阿蘇支所が毎年開催しているもので、今年で69回目です。今年の共進会には、阿蘇市をはじめ産山村の畜産農家が丹精込めて育てた赤牛や黒牛、馬、乳牛の13部門に94頭が出品され、発育状況や体型、肉付きなどについて審査しました。また会場では、子どもスケッチ大会や水が入ったペットボトルを放水銃で倒す火消し競争、バーベキュー特産品販売なども行われ、小雨が降る中、大勢の観客が訪れていました。また宮地小学校牛舞クラブの児童25人が伝統の牛舞を披露、イベントに花を添えていました。